皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。てかこれ前回アーリーアクセスだから一旦終わってなかったっけ？そう、続きが出るまで終わる予定だったんだけども。前回の動画のコメントで裏ボスみたいなのがいるって話を聞いてね。確かめに行きます。裏ボスいなかったら多分動画1分ぐらいで終わります。動画時間的に裏ボスはいるっぽいわね。ネタバレやめてくれません。ちなみに裏ボスがいる場所は前回よくわからなかった明かりを消せる部屋。どうやら何回も明かりを消してれば現れるみたい。というわけで裏ボス前に買い物でも。って思ったけど全部持ってたわ。このタイミングで出てくるのかしらね。どうなんだろうか、正直急に音が出てこなければいいけど。びっくりする系はめちゃくちゃ苦手だからさ。お、マジでいるじゃん。裏ボスって聞いてたから何が来るのかわからなかったけど、ギャランかしら。黒色のギャランか、それとも暗いから黒に見えてるだけ。今回はせっかくだしアイテムをどんどん使っていこうね。よくよく考えたら全然使ってなかったし。体力は350、裏ボスって割には低め。そしてさりげなく発動する MP 回復、まだ効果あったんだねこれ。まずは調べよう。ギャランブラックって名前だけわかる感じか。それじゃもう一つアイテム使っていきましょ。何使おうかしら。ヌスッとハンド、これ面白そうね。あとはダジャレ大全。そういえば使ってなかったな。あと使っておきたいのはチェックアイとかかしら。弱点わかるみたいだし。あとは気分でって感じかな。それじゃダジャレいきます。今日はこの辺で終わりにし、終わらんよ。ギャランブラックもめっちゃしらけた反応してるし、なんかすごい落ち着いたギャランだね。青色とも違う感じ。防ぐ攻撃、赤のギャランと一緒ね。いって、防御して10ダメージ。タイミングがなんか取りにくい攻撃ね。今までのよりも少しテンポが違う感じがするわ。うまく防御できて5ダメージね。めちゃくちゃ痛い。さて、なんか最初から体力が3割ほど減ってるけど大丈夫かこれ。まだこっち攻撃とかしてないんだけどね。この遅れは弱点で補う。この敵に弱点、耐性はないようだ。なんとなくそんな気はしてた。普通に350のダメージを与えるしかないんだね。攻撃は次から、一回アイテムを奪えるか試しましょう。裏ボスならいいもの持ってないかしら。NTNG。TKG なら卵かけご飯でわかるが。うわ、なんか撃つ対象多すぎない。これは青ギャランの攻撃みたいだな。明らかに強化されてるけども。いやーな爆弾の配置ね。割と急いでるけど。解除が間に合わないな。うげ、本体撃てなかったんだけど。痛すぎるなー。これまだこっち1ダメージも与えれてないのかなり焦る。とりあえず奪ったアイテムを。体力80回復。普通に強いアイテムだった。さすがって感じだな。今までのボスも1回奪っておけばよかった。たくさん持ってるのはいいけど、完全に忘れてたわよね。しかしまあ、今回に関しては体力が減ったら今のアイテム使えば結構余裕そうだね。早めに何個か奪っておくか。4の倍数が好きなのね。俺はどっちかっていうと8の倍数が好きカップね。うわ、連続攻撃かよ。結構テンポよく攻撃してきてくれたけど1回もレイダメージに抑えれなかったな。これは結構あのよくわからない回復アイテムを奪って使うことになりそうね。攻撃はとりあえず MP の効率が良さげなところから、炎上グローブと水鉄砲王が今回のメインになりそうかな。長期戦になるのは確実でしょうし、早めに MP とかも回復しておきましょう。そういえばツムリンの腹とか入手してたわね。ガガジェットハンマーで殻を壊した時のか。そろそろ1回ぐらい完璧に防御したいものだけど、そううまくはいかないわね。さて、今のうちにもう一度回復しておこうかな。正直攻撃系のアイテムを使うのもありかもだけど、悩ましいところだね。ダメージ系はまだ後でいい気がするし、ペポの実とかいう何が起きるかわからないアイテムは怖いし、今使いたいアイテムもないし奪っちゃおうか。あ、これ盗めるの1回だけ。さすがに何個も盗めたら強すぎるか。なんか急に余裕なくなってきたな。一応おにぎりとかバナナとかで回復はできるから大丈夫だとは思うけど。よし、少し攻撃の防ぎ方分かってきた気がするぞ。それでもやっぱり難しいわね。ダメージがあって手数が多いのが厄介。できるだけ MP 回復に時間を取られたくないから炎上グローブで攻撃します。
あ、やっべ、狙いすぎちゃったわね。避ける攻撃、ここに来て初めての攻撃か。発射。これもう警告表示されたらすぐに避けないと間に合わないわね。しかも落ちてくる岩も早い気がするんだよな、気のせいか。しかし、うまいこと避けれれば一番安定しそうな技だな。こっちから打ちに行かないとダメだったり、完璧に防がないとダメなうせ、や防げ、とはちょっと違うからね。割と気持ちも楽にいける気がする。さて、やっと体力が半分切りそうな感じか。月に祈りを、なんかどこかで聞いたような気がするな。え、なにこれ怖い。急なホラーテイスト。いや上の変なのが攻撃してくるんじゃないんかい。なんか上で動いてるのが見える。見えるけど何が動いてるんだ。避けるのに精一杯で見れないんだが。あっぷねー。え、なんか落ちてきたんだけど。普通に怖いんだけどこの攻撃、どういう状況？俺が知りたい。え、またベルノート。言って、右から落ちてくる感じなのか。やべえ。ちょ、今体力3なんですけど。あっぷねー。めちゃくちゃギリギリで耐えたわね。後で回復しておこう。こっちは炎上グローブで。さて、何かいい回復アイテムはあったかしら。王様弁当、これいいかもしれないわね。2ターン行動できないってのはマヨネーズだけか。どうなのかしら、2人で食べてるんじゃない。危ねえ。これさっきみたいに1体が9ダメージ3回とかやってきたらさっきの回復全部なかったことになるわ。避ける攻撃か、これは正直助かる。一番ダメージを抑えれる可能性が高い攻撃だからね。てか相手の連続攻撃ってことはケチャップも動けないみたいだな。喋りながらさりげなく相手の攻撃にぶつかりに行くのやめてもらえます。普通に失敗しちゃった。てかこれ危ないな。よしよし、これで大丈夫かな。 MP も少ないし炎上グローブずっと使ってるけど。相手の体力は残り140ぐらいか。やっと倒せそうな雰囲気が出てきたかも。これ怖いのは第二形態とかないよね。あったらかなり絶望的かも。あぶね。よしよし、避ける攻撃ならかなり安定してきたね。またあの変な攻撃が来なければいいけど。それは本当にそう。よしよし、あと炎上グローブだけでも6回ぐらいで倒せそう。ここはもう確実に勝ちに行きましょう。アイテム使っちゃうわ。やっぱり確実に勝つには回復がいいわね。もしくはこのペポの実を使ってみようかしら。何かが起きたな。何かが起きたわね。特にこれといった効果はないのね。正直な話、下手したら体力とか減るのかと思ってたわ。もう少しで100キルはね。こっちの体力がかなり不安だけど、相手の体力が100ってのはそこら辺にいた敵と同じだからね。ここで体力回復、あとは倒しきるだけね。岩が落ちてくる攻撃か、これはチャンスかも。こう、直接蹴ってくる方が避けやすい気がするのは俺だけかな。自分がいる場所の1個上の列に来るのが地味に厳しい。音がするイコール自分がいる場所に飛んでくるって感じに思っちゃうのかしらね。MP が思ったよりも足りなかったな。とりあえず回復しておきましょう。さて、防御の時間だ。全然ダメだこや。一応全部の攻撃に防御はできてるから最悪な結果ではないんだけどね。っていうか相手の体力80か。これアイテムで確実に勝ちにいけるね。問題は何のアイテムを使うかだな。かっこよさそうなものを使ってみようか。というわけで俺はかまいたちで。わお、意外と一瞬。それで私の番ね。この発火中で。アイテムを使うとミニゲームがないからかめちゃくちゃあっさり攻撃してるように見えるわ。というわけで勝利。危ないシーン結構あったけどなんとか勝てたね。
一瞬で消えたな。何だったのかしら。もう一回電気をつけたり消したりしたらまた戦えるのかね。っていうかなんか初めて見たアイテムあったよね。石油エキス。3ターン無敵になる飲み物だってさ、結構すごいな。ボスが落としそうな強力なアイテムね。おっと、もうこれでスイッチがオフになってるのか。ってことはもう戦えなさそうね。みたいだね。というわけで裏ボスにも勝利しましたし、今回はこの辺で。また別の動画で会いましょう。バイバイ。